今泉城は、富山県富山市今泉にあった、日本の城。南北に伸びる大城の備高地に築かれた平城。今泉城小津によると、東西33県、南北56県。単核でその外側に堀を巡らした、やや楕円型に近い形状であった。また城の周囲は、沼地や湿地帯となっており、天然の妖害であったという。 日だ街道や神通川が近くを通っており日だ国、越中国間の陸運、水運を抑える目的も有していたと思われる。元気2年、飛騨の国人でこの頃には北上して、越中へ侵入し、越中国と川城に寄っていた、塩谷秋佐田が、今泉城を攻略したという。この時の城主は不明だが、今泉城があった、小中角国田田保は、 当時、椎名氏の影響下にあったと思われることから、椎名氏の管轄下にあったと思われる。天正2年、前年に、上杉謙信より、小中国田伝下号を配慮した、川田長近が不審を開始。長近は、今泉城に大官を置いて、周辺を支配した。天正6年3月、謙信が死去し、お立ての乱が勃発。越中国にも動揺が広がった。 長近は引き締めに努めるが、この状況を後期と見た織田信長は、越中国人衆に調略を仕掛けて、越中国上正常上主斉藤信都氏、新吉兄弟等を寝返らせるとともに、飛騨国から神保長住、斉藤理事等を送り込んだ。越中国蕾城を攻略し、大田本郷城に入った織田勢はさらに北進して、今泉城を攻めるも、 長近や長尾岡慶喜率いる守備側の激しい抵抗に相手対する。長近は追撃したが、それを逆手に取った理事は月岡屋へと誘い込んで逆襲。噛み過ぎ方の乾杯に終わった。その煽りを受けて、今泉城も新吉等によって攻め落とされた。その後今泉城は斉藤兄弟の管轄下に置かれたという。が、同年12月に椎名春高森なる者が、 上杉法から小田方へと寝返って、その見返りとして、信長より腰な角にたたぼを賜っており、彼が今泉城へ入った可能性もある。いずれにせよこの後今泉城の長史料では見えなく、なるため、しばらくして廃城になったものと思われる。天正10年3月、小田勢が上杉法の腰中国尾津城を攻める。椎名春高森も小田方として出陣しているが、 これ以降、椎ーナ春光森の名は、資料から見えなくなる。同年8月、本能寺の変。斉藤兄弟が、上杉方へ寝返り、笹成政によって居城である城星城を攻められる。一年余りの老城戦の末に落城し、斉藤兄弟は、飛騨国の三騎士を頼って落ち延びた。ひ枝神社や富山市民病院が立ち、地表では王子を忍ぶことはできないが、 富山市公式の埋蔵文化財放送地地図では、日枝神社周辺を遺跡番号552としている。神社の片隅に石碑と案内板が立っている。ありがとうございます。